はい、皆さんこんにちは。セークレットガーデンのテティです。今日紹介する植物はですね、グラジオラスですね。はい、もうグラジオラス好きの方にはね、もう説明しなくてもいいんじゃないかと思うぐらい有名な種類だと思いますね。小型で黄色い色の、種類です。グラジオラスアウレウスですね。はい、もう説明なんか必要ないとは思いますけどね、本種はもう現地では10個体ないっていう非常に危険な状況のグラジオラスですね。うちでそうですね、3年目咲きました。去年はねちょっとなんか咲きが悪かったんですけどね、なんとか今年も咲いてくれて、そうですね、花粉の吹きも良かったんで、今一生懸命、自分が、まあ、3株あのなんていうんですか、咲いてるんで、それぞれ、あの花粉を取ってで、交配しているところですね。もう本当にこの種類はですね、たった1箇所の自生地しかないんですけど、もうその自生地もねもう超劣化しちゃって、あの外来植物もガンガン入ってきてて、もうそこにも多分ないんじゃないかなと思うぐらいひどいありさまらしいですね。で、あのちょっとサンビのホームページで見たんですけど、まあ、ちょっとそのアウレウスを別のところへ移植して残していこうっていうなんか動きもあるらしくて、まあ、それもなんかことごとく失敗してるらしいんですよね。はい、なんか十何年ぐらい前に収穫した種を使って、それをこうなんていうんですか、人の手で栽培して、で、まあ、球根を植えてるっていう感じの記事だったと思うんですけど、まあ、ことごとく失敗してると。まあ、別のね、ちょっと動画の方でもねそのことをお伝えしたんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、まあ、自分としてはね、そのアウレウスをねその他のところへ移植して、それで絶滅しませんでしたわい万歳って、それでいいのかなっていう気はします。でもね、まあ、多くの人たちがねアウレウスを残そうと、そうですね、努力してるんじゃないかなって思うと、難しいところですね。まあ、もちろん自分だってね、アウレウスが絶滅してほしくないって心の底から思ってることは確かなんですけど、難しいですね。新しいこう自生地が発見されればね、そこにたくさんあるっていうんだったらすごくありがたいことですけどね。まあアウレウスに限ってはねそんなことないんじゃないかなとも思いますしね、本当に。残念でならないですけどね。まあさっきも言ったけど、その移植してそこに咲き誇ってくれるのがいいことなのかっていうのもね、ちょっと自分としてはどうなのかなって思いますね。まあ自分個人の意見ですよ、としてはね、やっぱりどうなのかなっていう感じがしますね。まあ今、まあ当たり前なんですけど、もうシミ科さんとか全世界のシミ科さんたちが持ってる方が個体が多いっていうね、もうガチンコで栽培の方の、個体が多いっていうね、種類ですね。まあ現地で見られなくなってしまうのはね非常に残念だと思いますね。でもまあ皆さん頑張ってるしね、本当に頑張ってほしいと思いますね。いつかこの美しいグラジオラスがね現地で咲き誇ってる姿がいつか見られることをね本当に祈ってますね。はい、まあ、簡単ですけど、グラジオラスアウレウスの紹介でした。ごめんなさいね、栽培なんかはね非常に簡単ですね。他のあのグラジオラスなんかと比べてね遜色ないほど、よくできます。まあただその分球がねやっぱり若干ちょっと弱いかなって感じがしますね。開花サイズになる前はね比較的分球なんかもしてくれるんですけど、開花サイズになっちゃうとね逆に分球がほとんどないんで、そういう意味ではねちょっと分球を得るのが難しいかなって感じはしますね。なんでまあ一応種を取ってね更新してあげるといいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ今日はですね美しくて本当にね儚い感じのね種類だと思いますね、グラジオラスアウレウスの紹介でした。また別の動画で皆さんとお会いできることを楽しみに待ってます。それじゃあバイバイ。